サンダー・バンドーンは、オランダの音楽プロデューサーであり DJ。2006年世界人気 DJ ランキング100に、初めて、ニューエントリーし、第32位に順位をつけた。その後順位は、2008年に、第13位に、2009年に、第10位に、2010年に、第12位に、2012年に、世界第18位にランクインを果たした。 スペイン領イビサ島のジャッジメントサンデーやロンドンのザ・ギャラリーなどのクラブでの活動経験を得られたことは彼のキャリアにおいて最初の大きな業績となった。2007年7月 BBC ラジオワンのエディ・ハリー賞で紹介された。2007年から2008年にかけて自主作成しリミックスなどを行う彼のプロダクションは一般的な電子音楽産業界から歓迎され、 世界50カ国以上のラジオ局に支持された。彼がリミックスを手掛けた注目すべきアーティストたちには、シーア The k i l スウェディッシュハウスマフィア、デペッシュモードなど数多くの人たちがいる。さらに、ロビー・ウィリアムズとのコラボレーションも行った。2008年3月3日、スピニンレコードの下アーティストとして初めてのアルバム、スパーナッチリリスティックをリリースした。 アルバムには13曲が収録されている。その3月に、サンダーは2008年、ウィンターミュージックコンフェレンスカンファレンスにおける、ワールドダンスミュージックアワードで、カルビン・ハリス、デドム・オゴ、アクスウェルラを抜いて、世界で最も躍進を遂げた DJ として受賞された。彼の曲、リフも、また、ノミネートをし、注目を受けた。 2010年の4月から開始した約1ヶ月にわたる北アメリカツアーはトロントのナイトクラブザガバンメントで行われたフェスをもって成功裏に終えた。夏、サンダーはイビサ島にある世界でも有名なナイトクラブであるアムネシアで毎週火曜日に DJ 活動を行った。また、モントリオールのバル・イエヌブラン16サンバーナーディーノのビヨンド・ワンダーランドニューヨークの エレクトリック・ズー、プラハのトランスミッションなどの多くのフェスで鳥を飾った。2010年にリリースした、レネゲード、デイジー、リーチアウト、ヒム2.0、ダディロックのいずれもビトポートにおいて最高順位第1位を獲得した。ありがとうございます。